大連港は中国領年省大連市の遼東半島の先端近くにある中国東北部最大規模の国際貿易港。貨物取扱い量は3億300万トン、コンテナ輸送量は977万個。大連は港は不登校で深い海域に囲まれている天然の良港で中国南北の水陸の交通運輸の中枢と国際貿易及び国内の物資の交流に 重要な役割を果たす港湾の一つである。大連港は大連湾と大釜湾に分けられる。164の国や地域と3 0余の港と経済貿易の幸運関係を築くまでとなった。大連港における取扱量は1980年の3200数万トンから2015年まで4億数トンに迅速に増大している。大連市の中心部及び 大連経済技術開発区には他に、アユうおわ石油ふ頭、大連湾漁港、オシょう石炭港、北漁食料お頭の港が連なっている。旧満鉄大連ふ頭事務所屋上より眺めた、ふ頭町合所大連校集団が経営管理する。資産と業務の大半は、香港証券取引所に、上場の子会社である、大連港古墳有限講師が担っている。 大連港に停泊する天津港域中国海運集団の札塔、51976年に大連湾の向かい、大連開発区の大古山半島の大釜湾側に大連新港が開港した。新港はその後も建設が続き、造船、客船以外の貨物、すなわち石油、鉱石などは新港での取り扱いとなっている。新港では、 2010年大連振興石油流出事故、またこの港から少し離れたところでは、2011年、大化石油加工工場、パラキシ連流出事故を起こしている。なお、大連市の比較的大きな港では、旅順口国山東省遠大市への、北海鉄道フェリー、山東省の比較的小規模の様々な港への旅順、振興もある。6カ国の12港と有効港関係がある。 ありがとうございます。